こんにちは、マクロマンスです。車からね、お送りしてます。今日サーフィン行っててね、いい波でね、ちょっと日焼けしたでしょ。昨日ね、つとむくんと友達、つとむくんっていうお友達と会ってたんだけど、フェスに行く前にさ、フェス行きますみたいな、参加しますみたいな動画をね、 YouTube でこのチャンネルからいくつか何本か配信したんだけど、それ見てくれててね、面白かったって言うんだよね。で、全体としてはさ、もう100とかしか見られてないから、まあ、ほぼ誰も見てないっていう内容なんだけど、でもすごい面白かったし、続編を見たいみたいなことを言ってくれて、一人の人がね、そうやって言ってくれるんだったらいいよね。あとほら、フェスの様子をその向こうからお伝えしますみたいなこと言ってたけど、結局行ったら行ったでいろいろ忙しくてできなくて断念しちゃったんで、もう帰ってきて1ヶ月ぐらいになるのか。今回のフェスの、まあ、参加からそのロサンゼルス弾丸ツアーのことについて、もう思いついたこととかベラベラと喋ってみようかなと思って。どっから話せばいいんだ。クレールワールドフェスティバルのことあんまり知られてないよね、日本では。ほとんどすごいメンツなんだよね。その80年代とかに活躍したアーティストたちが集結してて、僕とか同世代ぐらいの人たちとかで、結構その辺のバンドとか好きだった人とかね、結構いるはずなんだけど、やっぱもう昔のことだから忘れちゃったのかな。なんかあんまり話題にもなんないし、ブロンディとかね、結構その音楽マニアですとかじゃなくても割とみんな知ってると思うんだけど、あんまり話題にはなんなかったみたいなね。そのツイッターとかそういう僕が調べまくってるわけじゃないけど、僕はこうさらっと見た感じではなんかそれを話題にしてる人ってのはあんまりいない感じがするよね。まあいいんだけど、まあとにかくその僕がほぼ最年少っていうぐらい60代70代の人たちが中心なんですよ、出演者。30グループぐらいあるんだけどね、30ぐらいのグループが3つのステージに分かれて演奏するんだけど、やっぱもうだから、まあ60代70代っていうからさ、もうおじいちゃんおばあちゃんじゃない、ぶっちゃけ年齢的にはね。もう現役で、まあ、生きてるだけでもすごいっていうぐらいの人たちばっかりでさ、でまあその世代の人がさ、こう久々にステージやります、ライブやりますとか言うと、大体こう僕なんかも想像するのは、ああっていうか、こうはい、おじいちゃんまだ頑張ってんのね、頑張れみたいな、こうちょっともうみそっかすじゃないけどさ、現役の人たちのその若いやつらがバリバリやってる人たちとはちょっとボルテージが違うのかなっていうか、こう、うん、昔活躍したんだね、頑張ろうねっていうか、みんなこうそれを温かい目で見るっていうかね、そういう感じになっちゃうのかなと思ったんだよね。でお客さんもまあ我々世代とか、まあ我々世代が自分の子供を連れてきたりもするのかなみたいな、なんかそういうこう緩い年寄りイベントみたいな感じかなと思っていたんだけど、まあそんなことは全然なかったね。どっちもお客さんもほとんど20代30代、まあ10代
ちょっと10代の人にはチケットが高いのかな。ちょっとまあでも20代が中心だったと思う。だから多分普通のそういうあの例えばトゥモローランドみたいなイベントとかさ、まあ日本でもフジロックとかあるけど、その辺にこう参加するお客さんと多分年代的には全然変わんないんじゃないかなと思って、特にまあ野外っていうのがあるからね、お年寄りは逆にきついのかもわかんないけど、そのうわー古い人がいっぱいいるなっていう感じはあんまりなかったよね。だから結構まあ80年代のニューウェーブとか、まあジャンルでいうとポストパンクみたいなこと言われてるんだけど、その周辺のこうアーティストがまあそこそこの市民権を得てんのかなっていう感じはしたよね。この若い人の間でももうなんかこう懐かしいとかそういうノスタルジックに浸るとかじゃなくて、まあ昔あったかっこいい音楽今もあるっていう感じでね、出演者の方もそのまあ年は取ってるんだけど、でまあそこそこポンコツっちゃポンコツなんだけど、でもねライブそのものはどこもすごい、あ全部見てないけどね、見た範囲ではすごいレベルが高いっていうか、逆にこう若い頃よりも今の方が見せるんじゃないかっていうぐらいのこうグループが多かったよね。全然こう劣化してないっていうか、おじいちゃん頑張れではないんだよね。もうガチ現役なんだよね、全然現役。だから僕的には少し落ち込んだっていうか、僕はほら若い頃やってて辞めちゃったじゃん。で辞めちゃったけど、そのバンドの方が辞めずにずっとここまで何十年もやってきたから、僕はそこにこう便乗する形で参加できたんだけど、まあそのうちのバンドもそうだけど他の人たちもまあ辞めずにずっとやってたんだよね。バンドは解散したり、まあ、休んだりしてたかも分かんないけど、個々のミュージシャンはみんなそれぞれ音楽やってたと思うんだ。だから劣化どころかむしろその進化してんだよね。でこれ格闘技とか例えばサッカーとかだとやっぱりそうはいかないかなっていうか、そのいくらマラドーナとかペレとかさ、今生きてたとしても、生きてたとしてもなんか進化っていうのはさすがにちょっとやっぱ見られないと思うんだよね。プレーにおいてサッカーとかだとさ、まあ例えばモハメド・アリが生きてたとしてさ、当時よりも強くなってるなんてことはやっぱありえないじゃん。でもやっぱ音楽はちょっと特別なのかなと思って、まあもちろんパワーとかスピードとかそういうものに関してはあのポンコツになっちゃってる部分もあるっちゃあるんだろうけど、でもライブパフォーマンスとそのものとしては進化してるんだよね。だちょっとその僕なんかはその途中ずっとやってなかってこうまた同じ場所に戻ってきたけど、諸先輩方はもう全然もっと次のステージに行ってて、僕はほら途中何もやってないから当時のままっていうか、当時よりも当然劣化してるわけじゃない。だから差がすごく開いてて、ちょっとまあ自分的にはショックっていうか、その嫉妬もあるのかな、こういうのってなんかこう置いてけぼりを食ったっていうか、なんで辞めちゃったんだろうなとかさ、いろんなことを考えました。うちらのライブ、うちらのバンドはね、だからそういうその趣旨、昔のバンドがみんな集まりましたっていう趣旨だから、
どのグループもやっぱり昔の曲を演奏するんだよね。お客さんもそれを求めてる人が多いだろうし、昔のヒットソング、そのノスタルジーに浸るというのではなくて、やっぱ代表曲を聴きたいじゃん。やっぱイーグルス来たらさ、ホテルカリフォルニア聴きたいだろうし、ローリングストーンズ来たらやっぱサティスファクション聴きたいだろうし、なんかその世代とか関係なくノスタルジーどうこうじゃなくて、やっぱそういうもんだと思うんだよね。本人たちやりたいかやりたくないか別として、だからどのバンドもだからそういうみんな夏メロ自分の持ち曲をまあやったんだけど、うちのバンドだけはね全曲ニューアルバムからの曲だったんだよね。でまあこれはだからまあ今のその今のつかバンドのファンにとってはちょっと物足りなかったかなっていうのもあると思うんだけど、まあうちのボスの方針というか、やっぱりこう彼も現在進行形でその未来に向いてるっていうことを思ってやってるだろうし、それをファンに伝えたかったっていうのもあるんじゃないのかな。昔の曲やれば絶対盛り上がるんだけどね。でもその全曲誰も知らない新曲出たばっかりで、アルバム出たばっかりでさ、新曲しかやらなくて賛否両論っていうか、まあどっちかっていうとこう否定的な意見の方が多いと思うんだけど、でも僕はまあそれはそれでかっこいいかなと思ったけどね。未来に向いてるっていうかさ、そもそもニューアルバムなんか作ってないバンドがほとんどだからね。活動を休止してて、で今回このために集まったようなグループもあるだろうし、だからそういう意味ではうちのバンドすごい特殊だったと思います。そしてね、まあ、いつものことなんだけど、機材トラブルがありまして、でこれはまあ PA さんの方にも多少責任はあるっちゃあるかもわかんないけど、もううちのバンドはね多いんだよね、昔から機材のトラブルが。なんかこうダメなんだよね。なんかそういうとこがこうシールドってコードとかさ、一回ちょっと接触不良みたいの、もう捨てりゃいいんだけど、捨てないでまたカバンに戻してまた同じやつ作って音出ねえとかやってるようなことがあったから、前からだから音出なかったんだけどね。いざライブ始まりましたっつって、本番ステージ上がりましたっつって音が出なかったんですよ。いろんな機材の音が、予測はある程度してたこととはいえ、なんかこうこっちがもう僕なんかたったその2つのショーのためだけにさ、このコロナ禍にさ苦労してねえ、ビザ取ったりねえ、飛行機乗って PCR とかも受けたりワクチンも受けてさ、苦労してここ何こんなとこまで来てさ、で結局機材がダメかよみたいな感じでふてくされちゃって、でふてくされるのも本当良くないんだけど、プロはお客さん関係ねえからさ、だからふてくされちゃいけないんだけど、でもなんかもうふてくされちゃってね、だからビデオ見るとよくわかるけどね、こうなんか態度が悪いのがね、もう嫌になっちゃったんだよね。何やってんだ俺っつって、そのこんな飛行機乗ってきてさ、で結局時間もね、もともとそのこんだけバンドがたくさん出るから、うちら持ち時間30分しかなかった。だから30分で僕たった1時間だけのために日本からわざわざ行ったんだよ。でそのうちの30分のまあ15分ぐらいがその音が出ないトラブルで削られちゃって、結局5曲ぐらいしかできなくて、ね、もうなんかその5曲の間にこう自分のこうテンションっていうのムードをそのマックスに持っていけなくて、なんかふてくされたままダラダラステージにいますみたいな感じになっちゃって、
まあ当日別に僕の登場を楽しみにしてた人なんていうのは、まあ、ほぼゼロに近いんだけど、でもなんか中途半端なステージやっちゃってすぐに反省したんだけどね。終わった後にやっべやっちまったと思ったんだけど、でもステージにいる時はもうねこう気分が悪くてしょうがなくって、うん、まあ、そんな1日目でした、うん、でもまあ音も悪くてね、モニターは聞こえないし、僕のモニターなんか全くもうスイッチすら入ってないような感じだったし、ちょっと半分こう目閉じたままいろんなことやってるような雰囲気 でガチ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 変なノイズが聞こえてくるしなんだけど、でもまあお客さんはあのまあまあ盛り上がってて、でそこそこあの集まりも悪くなかったし、で後から出音を録画で聞いたんだけど思ったほど悪くなくて、まあ逆にふてくされちゃったのが余計にこう悔やまれるっていうか、まあこんだけお客さんが集まってくれて、でみんな盛り上がってくれるんだったらもっと全力でパフォーマンスすればよかったなって思ったね。まあライブ終わったらあとはやることないんだよね。でまあ楽屋のスペース戻って歌がやったり、まあ飲んだり食ったりしてんだけど、みんな、あ、それの話しとく。あ、飯はね、出演者専用のテントがあって、そこでこうパス見せると、まあ食事はある程度時間で区切られてるのかな。でもカフェとかビールとかそういうものはカフェメニューとその酒類とかは常に用意されてて、コーヒーとかもでいつ行っても自由に食べれるっていうかね。だからまあ関係者スタッフとかも含めそこでみんな和気あいあい飯食ったりしてんだよ。で他のねあのアーティストとかもみんな当然一緒で、でね楽屋のエリアっていうのがあって、でトレーラーなんですよ、あれ楽屋が。中どれぐらいだろうな、もうベッドとか全部撤去されてて、ソファーとシャワーがあって、まあドレッシングルームだからその鏡があってメイクとかできるようになってて、でそのトレーラーがこう広場にガーッと置かれてて、まあどのバンドもその一つずつだから、それこそパブリックイメージのジョン・ライドンとかもうその辺にいるんだよね。でディーボのおじさんたちとかもんだけど、さすがにねジョン・ライドンは分かったけど、他のアーティストはねもうみんな年取っててさ、もう全然分かんなかったね、どの人がどの人で何なのか。そのだから挨拶もできないし、まあ挨拶できる雰囲気でもないんだけどね。ブロンディとバウハウス、あとモリッシー、この人たちだけは、楽屋エリアにいなくて、楽屋とかトレーラーにはいなくて、でみんなどっかホテルみたいなところに、まあ、そこの敷地内にも多分ホテルみたいなのあるしね、にいたみたい。うちらとはちょっとこう、別格扱いだったっていうかね。まあ、ブロンディとかはわかるんだけど、スーパースターは。バウハウスとかってそんなにスターだったんだっていうのはちょっと、まあみんな好き、まあ僕も好きだったけどね、バウハウス。そんなにすごかったんだって。だってジョン・ライドンより上だよ。ディーボより上だし。そんなにダムドより上だし。バウハウスってすごいんだなと思って。僕ね、ジョン・ライドンが好きで、まあこの業界に入ったようなもんなんで、まあ嬉しかったけどね、話はできなかったけど、一緒の場にいられるっていうだけでね。ジョン・ライドンはね、こうそのエリア内にある一番真ん中の一番目立つソファーにドーンと座って、俺はジョンです、ジョン・ライドンですっていう雰囲気だったよ。食事は、
そのレストランのテントで食べるんだけど、なんと、メニューが全部ヴィーガン、あのガチヴィーガン、あのベジタリアンとかじゃなくて、もうガチヴィーガンで、だからバターとかもなしだし、あでも牛乳あったよな、牛乳あったよ、牛乳あったよ、ミルク、あれ大丈夫だったのかな。でなんでヴィーガンかっていうのは、どうもその噂だけど、あの、モリシーさんが全部ヴィーガンにしろって言ったらしいんだよね、メニューを。僕自身はさ、あの知ってる人もいるけど、肉は食べない、肉っていうかその鶏とか牛とか豚とか、まあもちろんその羊とかヤギとかね、そこら辺は一切食べないんだよね。あのシーフードは食べるんだけどね、魚とかは食べるし、あと卵も食べるんだけど、あの肉類は基本食べないわけですよ。でもまあスープとかに知らないで入っちゃったりとか、あとゼラチンとかもね、あの煮こごりでしょ、つまりは牛とか豚の骨でしょ、だからそういうものはまあ、 あの気がつかないレベルではもう食べちゃっていいことにしてるし、あと揚げ物のオイルとかも動物由来のものでも、まあ外で食べるときはしょうがないかなと思って、まあそれは食べる、アレルギーとかじゃないからね。でそのなんでそうなったかっていうと、やっぱり80年代に僕はそのバンドマンやってた頃にね、ベジタリアンがものすごい流行ったんだよね、肉食わないのが。でまあ食う方がすごいダセーみたいな感じで、で僕もなんかそんな風にインプットされちゃってさ、なんか肉ダセー、肉食うのダサくないみたいな感じで、だからまあその頃は食ってたんだけど、なんかちょっと遅れてやってきてベジタリアンブームが、だからある時から肉を食わなくして、30ぐらいかな、20代後半かなぐらいか食わなくして、今は全然食べなくなったんだけど、でまあね、あのぶっちゃけヴィーガンでもいけるっていうか、あの僕自身はあの肉どころか卵とか 牛乳とかそのそういうものを全然なしへ行けって言われても、まあ全然そのは肉食いてとかは牛乳飲みてとかっていうにはなんないと思うんだけど、なんないんだけど、あのまあほら付き合いっていうか、やっぱ食事とかってほら一人でするもんじゃないじゃん。で外で食ったりさ、人と食ったりするとやっぱりどうしてもこう、まあ肉的なものはどうしても避けられないっていうかね、だからそこまで固くなに、いや俺は絶対何も食わないですみたいな風だと、やっぱり人間付き合いも難しいというか、ややこしくなるから、だからあのまあだから魚と卵を食ってれば、だから一人、全く一人だったら全然毎日あの完全ベジタリアンで菜食主義でいけるけどね。だから年取、もうちょっと年取って人付き合いとかもっと減っていけばそうするかもわかんないけどね。あでもまあ今とにかく、まあ、あの部分的にちょっとベジタリアンなんだけど僕は。でね、やっぱりこう食事に行った時にさ、肉入ってますって聞いたりとか、肉抜いてくれませんとかっていうのは結構やっぱストレスなんだよね。あのなんでっていう感じになるし、めんどくさいと言うなこいつっていう感じになるじゃん。だからまあ少しめんどくさいストレスではあるんだけど、まあ1日目ライブやってへこんで帰りました、あ帰りましたとか、そのね、あの楽屋に帰りました。でまあみんないろいろこうそれぞれ好きなように行動するんだけど、あ麻薬はね、大麻はほぼもう解禁っていうか、その法的には多分どこでもかしこでも吸っていいわけじゃないと思うんだ
けど、あと許可とかもいるんだろうけど、まあみんな普通にその辺で吸ってたね。でタバコはね、ちょっとそのストリートとかで吸ってると白い目で見られるとか、吸ってる人ほぼいないんだけど、でもなんかタイマー吸ってる人、通りとかでこう散歩しながら、犬の散歩とかしながらタイマー吸ってる人結構いたね。だタイマーはいいんだね、歩き吸いしても。タバコはダメなんだね。なんかそんな感じに見受けられたよ。だから会場ももうあっちこっちでそのタイマーの匂いがしてて、ウッドストックじゃないけど、わーなんかアメリカのフェスに来たなっていう雰囲気があったけどね。なんかあのドラムのねペイオ君なんかね、もう朝から晩までずーっと吸ってて、あのしかも強いやつタイマー、よくあれでドラムはたけるなと思うんだけど、全然ブレないんだよね。全くそのだいたいこう決まっちゃってる感じもしないし、毎日あんだけ吸ってるとこう満してくのかな。だから逆にあれだともうなんか吸う楽しみもないかなっていうぐらいの、その全然普通に空気吸うみたいにタイマー吸ってたね。だから解禁されてて誰でも吸っててもいいから、じゃあみんな吸うかって言うとそうでもなくて、マイチュリなんか絶対もう吸わないし、なんかマイチュリっていうのはあのベースの人ね、この人なんかはなんかそのぼんやりす、頭をぼんやりするのが嫌だから、昔は吸ってたよ、昔はめちゃくちゃ、彼女はオランダ出身だからね、昔はよく吸ってたけど、なんかなんかね、何の話？ああ、だから吸わない人は吸わないし、うん、そんなでした。タイマーの話しようと思ったんじゃないの？で、それで、へこんだままさ、みんなバラバラで、行動はバラバラで、バンドだからっていつもずっと一緒にいるわけじゃないから、みんなどこにいるか分かんない感じなんだけど、僕は一応ちょっと軽くライブ見ようかと思って、バウハウスとジョン・ライドンとディーヴォを見たのかな、その夜は。そしたらディーヴォのライブが良くてね、ディーヴォがね、なんていうかこうすごい良くてね、一人一人は大したことをやってるわけではないんだけど、4人5人が集まるともうすごいこうグルーヴを生み出すっていうかね、黒人の人のこうソウルとかファンクのグルーヴとまたちょっと違う感じがするんだけど、こう思う、今ちょっと聞いてもこう踊りたくなるような、踊りたくなる感じなんだよ。もう本当じっと立ってられない。もう本当お客さんも盛り上がってたし、でももうまあメンバーによって年齢差あると思うんだけど、一番上の人やっぱ70代とかだと思うんだけど、かっこよかったんだよね。でもそれでさまたへこんじゃって、なんかこう、まあ、ディーヴォとかって僕はあんまり自分がファンだってことあんまなくて、曲とかもそんなに何曲も知ってるわけじゃなくて、まあレコードとかは持ってるけどね、あんまり一生懸命聴いたわけでもないし、そんなにこうディーヴォそのものに影響を受けたことはないんだ、ファンとかでは少なくともなかったんだけど、でもなんかもうまだ今でもこう鳴ってる感じがするもんね。うん、でこうやり続けるってすごいなと思ってさ、なんでまたやめちゃったんだろうなっていうのと、なんかこう自分のその今のミュージシャンとしての自分、なんでもない自分になんかこう自分がかわいそうっていうか、なんかなんだ俺みたいな感じ、俺は無だみたいな感じになって、ちょっとした鬱だよね、なんか自己否定みたいな感じになって、でディーヴォ見てたらさ、
ちょうどその僕の5メートルぐらい前にうちのバンド の, そのボスとさっき言ったマユイチュリーとあとギターのチャックって3人がたまたまそのあれディーボだったよな、確かバウハスだったかな、ディーボだったと思う、ディーボだ、ディーボのとこにこうたまたま3人がこう一緒にいてあのライブを見てたんだよね、まあ和やかに。でまあ僕はちょっと後ろにいたんで、たあの向こうは気がつかないんだけど後ろだったから。でその3人こうキャッキャリーボーかリーボーとか言ってやってんだけど、そしたらやっぱほらあの3人ともステージ、まあ、僕もそうなんだけどやったばっかりでさ、でうちらのステージからそこのリーボー見に来た人もいっぱいいてさ気がつくじゃん。そしたらやっぱ話しかけてさ一緒に写真撮ってよとかファンですサインくださいみたいな感じになるんだよね、そのエリアがやっぱり。で僕はほら80年代にベースは弾いてたけど、もうバンドの40年の歴史の中で僕はいたのはたった3年半ぐらいとかだけで、でなんていうのかな、もうすでに存在としてもほぼそのバンドの歴史からも忘れられてるし、今回はベースプレイヤーとして参加したわけじゃないし、そのライブをもろ見た人はあの人だってわかるかもわかんないけど、まあ僕のことは知らないんだよね、みんなね。で知らなくて当然なんだけど、でもね目の前でその3人こうサインくださいとかやってて、写真とかこう写メとかやってんだけど、でそれがなんかこうそこに自分が入ってないっていうことで、またちょっとこう疎外感っていうかさ、たまたまなんだけどね、僕はもしそこにあのバンドのメンバーとその4人で一緒にいたら、多分僕も一緒にそのさすがにお前はあっち行っとけみたいな風にはなってないと思うんだけど、うん、なってないと思うんだけど、今ね前にね警察がいるんだよね、警察のパトカーが。でね僕はこの車でね警察の近くを走ってるとめちゃくちゃ職質されるんですよ。職質ってさ普通の人されないじゃん、一生されない人もいるじゃん。あ、これ来る感じするね、来る感じするかも。わざとになんかねスピード、あ、曲がったか、曲がったか、曲がったわ。来ないね。職質されるんでよく。あれ気分悪いんだよね。僕みたいなのに職務質問してるようじゃ警察ダメだと思うよね。ダメでしょ。だから目が悪いっていうかさ。感性が鈍いっていうかさ、本当に悪いやつってこんなじゃないじゃん。まあいいや、何の話とか分かんなくなっちゃう。ああ、そうだから僕は D を見ててメンバー3人前にいてパシャパシャ写真撮り出して、なんならその写真の後ろに僕写ってると思う。でもそこの一緒に演奏してたバンドメンバーで僕も一緒にやってたのに、なんか自分だけ仲間外れされたみたいな感じでさ、また落ち込んじゃってさ。そもそもステージで機材がダメで落ち込んでさ、でふてくされちゃった自分に落ち込んでさ、で人のライブ見て嫉妬して落ち込んでさ、今度はそのバンドメンバーの中にうまくなんか入れてないような感じがして落ち込んでさ、もう本当何しに来たんだ俺はっていうのが1日目だったね。うん、まあ気分悪かったですよ。だからなんか知んないけど、でもまあ そんなもんだよね。そのさっきも言ったけど、僕別に昔その若かりし頃そのバンドメンバーとして活躍してた頃は、まあそれは別に
よく頑張ってたと思うけど、今更ながらね、まあ演奏うまい下手で言うと下手だけど、まあ下手は下手なりに、まあそれなりに頑張ってたと思うけど、そっから何もやってないからね、30年間何にもやってなくて、でたまたまそのバンドがその今なんかそのそういうイベントに出るっていうんで、で便乗しただけだから、だから何もんでもないんだよね、ぶっちゃけ。だからその何もんでもないんだから、だからお前は何もんでもないって言われたところでその通りだから、それでいいんだけど、でもなんかもうちょっとそういう改めて、ああ俺って何もんでもないなっていうのをね、まあ、それを知りにロサンゼルスまで行ったのかもわかんないね。そうかもね。うん。だからまあなんていうかこうまだ生きてるしさ、で何もないったってまだ生きなきゃしょうがないし、だまだこっから先はあるからね。だからどっからスタートするかで、何もなかったら何もないでゼロからスタートするしかないんだよね。だからゼロからスタートしましょうやっていうところで、今のはこうなんていうの、自分の立ち位置がまあよく分かったから、それでいいんじゃないのと思うけどね、今は。だからなんかちょっとやっぱりそのこう伝説的なフェスに参加できるっていうので、ちょっとやっぱ舞い上がってたところがあって、自分的にね。でなんかあたかも自分がすごいよ、すごい自分がすごいやつのような勘違いをしちゃったんだよな、うん、でもなんか自分はすごいやつじゃない、ただのゼロじゃん、何にもない、ファンからも写真も撮ってもらえない、70代のおじいちゃんみたいなステージもできない、機材は動かないね、でライブではふてくされちゃう、プロ意識もない、もうさゼロですよ。まあそっからスタートしましょうってことね。いいじゃんね、まだ別に死んじゃうわけじゃないし、でこっから先まあ何をどうやるかよくわかんないけど、でもまあなんていうかその最終的に目指すものがあればいいし、目指すものに向かえばいいと思うし、その到達できなくてもそこに向かおうと思えばいいんじゃないのかと思うけどね。こういうこと言うとさ、すげえバカにするやついるんだよね、ムカつくよね。人が一生懸命こう考えたり真面目にやってることさ、茶化したりバカにするやつがいるんだよね。なんかだからまあまあ、そいつら僕のことゼロとか言うと思うんだけど、まあゼロは自分で分かったから別にこれ以上言わなくていいよだからね。うん。で1日目終わりました。どうやってホテル戻ったかな、よく覚えてないけど、そのホテルに戻ったっていうか、なんかモーテルみたいなところに戻ったっていうか、また別のとこ泊まったよな。前日とは違うホテルに泊まったけど、モーテルみたいなとこに泊まって、でね、まあ、ずっとその期間中はパートナーっていうかルームメイトっていうか、まあ、行動が大体そのギターのチャックっていう人と、チャックってね、今オリジナルメンバーって加入したのかサポートメンバーなのか詳しいこと聞いてないんだけど、まあとにかく今回のツアーのためにその新しく加入したギタリストでね、後でちょっと調べて貼っとくけど、なんとかっていうバンドのギタリストとして来日したこともあるって言ってたね。でね、僕昔ロン毛だったの知ってる？ヒゲ生やして、そんな感じなんだよね、ロン毛でヒゲでね。ですぐに会って分かったけど、サーファーなんだよね。でまあもうサーファーなんてさ、もうみんなバディじゃん、これだからもうすぐに打ち解けて、だってさ、サーフィンやってて音楽やってたらもうそれでもう家族みたいなもんじゃん。すぐに打ち解けて、まあ一緒に仲良くやってたんだけど、暑がり
暑いのがダメらしくって、部屋ね2日間だからチャックと一緒に寝たんだけど、部屋ねキンキンに冷やしてあるんだよね。でいいって言うから嫌だと思う、言いづらいからさ、だってこっちはまあ寒気は切りゃいいわけだから、布団かけたりね。あ、寒かったよ2日間、モーテルの中キンキンに冷えてて、まあ冷えてるとか多かったかな。僕あんまり寒いのが、冷房もあんま好きじゃないし、寒いのが苦手なんで。うん。でチャックと話したらね、ガロー ボスもね実はサーフィンやるらしいんだよね。だからバンドメンバー5人いてさ、3人サーファーなんだよね、知らなかったけど。でロサンゼルスにまで行ってさ、飛行機の上からロングビーチが見えたよ。もうさ、飛行機の上から見てもう、わ、波すげえいいってのが分かるような、うん、感じの海にビーチだったね。ちょっと肩がいみたいでもあるんだけど、うん、だせっかくあそこまで行ったら、まあサーフィンやりたかったよね。まあサーフィンやれないまでもせめて海ぐらい見たかったなと思うけど、ロス行って結局海の風も当たらずにね。そんな感じで1日目が終わりました。うん、これあれだね、時系列で言うと行った日のことを先に話した方がいいんだよな。行った日のことはまた次に、順番が逆になっちゃうけど、行った日のこととかもちょっと話すね。また今日はとりあえずそんなところで、結構喋ったね、後で編集しなきゃね。じゃあね。